こんにちは。私は牧野正則です。私は今、俳優と日本語教師をやっています。俳優の仕事では日本語はもちろん、中国語で芝居をしたり、英語で芝居をしたりしています。ですので日本語を勉強しているみんなと同じく中国語や英語を勉強しています。だから外国語の勉強は大変ですよねということはよく分かっていますね。大変ですよね。ということで私は日本語教師の資格も2つ取得して、そして中国で8年間、だいたい今まで2000人ぐらいの学生を教えてきました。でも私の授業は普通とはちょっと違います。例えば好きセリフで、世の前に人はなく世の後にも人もなし、我こそが第六天魔王織田信長なれ。例えばアフレコで、お願いがあるんだけど。え？ダメなの？そっか。私は俳優をやっていますので、演技というのはセリフを喋ったり、この仕草だったり表情だったり、この声のトーン、低い声や高い声、笑顔や悲しい顔、ね、まあ、こんな変な演技はしないですけど、コミュニケーションのためには言葉だけではなくて、ね、こういう仕草だったり表情だったり言葉の代償だったりも大事になってきますね。そういうことも合わせて指導していけたらいいですね。それではみんなと勉強できることをとても楽しみにしています。では